妊婦のさあちゃんは悩んでいた。出産と防災か。どう動く？どうやって逃げる？何を備えればいい？妊婦さん、大丈夫。安心して。宇宙からやってきた防災大丈夫が防災のヒントを教えてくれます。みんなの暮らし安心術。例えば、地震から身を守るポーズや避難計画の立て方、緊急な時に必要な情報をまとめておく手段などがあるんです。それはどれも暮らしの中で無理なくできる一工夫。さあ、皆さんももしもの時に役立つ暮らし安心術を始めてみませんか？みんなで安心大丈夫。